はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、現在プレイ3月で開催中の山川雄二の、個展を、やってるということで、今日は山川さんに、お話の方のこととかね聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあまあそうですね。まあとりあえず、山川雄二さんの、はい、まあ展示を開催中ということで話を聞いていくんですけど、まずじゃあ自己紹介から簡単にお願いします。はい、山川雄二です。2022年末から作家としてあの本格的に作品を作り出したっていう次第でございます。その前はあの大阪デザイナー専門学校で、イラストレーション学科でイラストを勉強して、その後、まあ、イラストの事務所の方でアシスタントを2年ほどやって、でちょっとブランク間空いてからの2022年です。めっちゃ最近ですね。今が2020年の3月なんで、でね、はい、実質何年ぐらい？その作家ですよ。はいはい。だからもう、まあ、今年で2年目ぐらいですかね、まだ。2年目。その自分の、はい、作品を書き出すというのは。はいはいはい。それまでは、まあ、絵は描いてたのやったっけ？そうですね。イラスト事務所では結構いろいろ、はい、イラストとしてお仕事のようにさせてもらいました。仕事の絵を描いてから、はい、ブランクがあること？そうですね、ちょっと体調を壊しまして、で、そうです、そこで、まあ、どうしようと今後、はい、まあ、だから自分でイラストでお仕事していくのかっていうのをまあ模索 しだしたらもう2022年1年間やりだして、でちょっとその2022年末にあの学校の OB OG のグループ展があって、それにまあ参加するにあたって久しぶりにちょっと自分の作品っていうのを書いてみようかなと、うん、でやっぱ思いのが楽しかったんで、うん、なんかこっちの方がまあいろいろバンバン作っていけるなっていうのがあったん で、うん、で23年にそうですね、いっぺんその1年間通してそういう自分作品を作るっていうのを、はい、初めて、で今回2010年個展させていただく次第に なりました。まあ、ざっくりと、ブランクがあったということで。そうですね、はい。まあちょっとじゃあ今回の個展についてなんか、まあちょっとまあね、まあ、これは一部ですけど、なんかテーマとかタイトルがあって、テーマみたいなのがあるかな。全体通してはまあ特にないんですけど、まあ僕の作品はあの文字とモチーフ、まあ記号として捉えて、それを一個の画面に、まあ、一室のものを収めて一つ作るっていうのがまあテーマになってまして、だからなんでしょうね、いろんなモチーフと言葉がまあかけ離れてる場合もあれば関連してたりっていうので、まあその中で意味合いをひもあのつなげていくと、なんか新しいメッセージ物語っていうのが生まれるっていう、なんかそういう楽しさ動きをまあ見る人にちょっと委ねたって形で。今ずっと、はい、この形でやってます、はい、どうですか？いや、ありがたいってことで、はい、初個展。そうですね、初個展ですね。初個展、写真使えなければ、まあ、年齢はどういくつですか？今年39になります。ああ、そっか。そうなんですよ。全然変わらないな、俺。いや、なんかあんまちょっと言うてない理由はなんか言うと、結構はやってるやんみたいな、その思いがちで、なんかなのにっていうのが、はい、なんかちょっと語弊になったら嫌やなと思ったんで、あんまり弱いようにはしてるんですけど、別に非公開隠してるわけではないですね。確かにね、39歳初個展はなかなかね、やっぱりこう普通は学生大学とか出て、うん、ね、活動始めて、そうですね、まあ、数年ぐらいで個展をしてみたいな感じですけど、39歳初個展、そうね、もういいですね。だからそもそもその専門学校行ったのもあの25でうんうんうん、行ったので、で2年で1年あの研究家というちょっとさらに絵にグッとやる期間で3年行って28で飛び出したって感じなので、うんうん、あ、そうそう、そこら辺もちょっと先行きたいんですけど、そもそもなんか25歳なんや、はい、それは何してたの？その前はあの、まあ、お笑い芸人になりたくて、うん、そしてあの高校出て1年間お金貯めて吉本の NSC に、はい、1年通って、ほんま23、4ぐらいまでちっちゃいなんかそういう賞レースっていうのをやりながら、あ、1年間だ学校は1年なんですけど、あ、それで卒業なの？そうなんですよ。
吉本さん比較的安かったんですけど、まあ、1年お金貯めていけるぐらいなんで、何期生なんですか？28期生、なんか、まあ、あんま分かんないんですけど、なんかよく言いますけどね、NSC 何期生。そうですね、今やっとここ5年10年で同期活躍してるんで、すごいなと。でまあ、そんなもあったけど、それは、まあ、やめたってことなんですね。そうですね、挫折ですね。挫折、シンプルに。いや、まあ単純に受けないしっていうのがあって、まあ、難しいよね。で、まあ、相方と漫才がしたかったんで、うん、でネタも考えないというか、だから作り方として相方が、まあ、話のストーリーをわーっと作って穴埋めで、ここなんかおもろいボケ言葉ないかなっていうので作り上げるっていうのやってて。それ最初なんでお笑いやったんですか？いや、その時は絵は何か選択肢があったの？いや、なかったっちゃなかったですね。まあでも絵は幼稚園の頃は通ってたんですよ、教室を置いた教室みたいなの、で、3年間通って小学校もう4年生ぐらいまでは行ってたんですけど。あ、じゃあ描くのが好きだったんや。いや、でもちっちゃい頃からやってたんで、その楽しいから描いてたかどうかもちょっと定かじゃないんですよね。なんかもう当たり前に描いてて、何描いてたかも今全く覚えてない状態で。ああ、なるほど、面白いですね。まあやっぱりそのお笑いに行ったらもう、まあ、面白い漫画を描くとか、小学校の時にやっぱそれで友達が笑ってくれてとかで、なんかコミュニケーションのツールになってたり、なんかそういうのがあって、そこから人を笑わせるの好きやなってなって、今度はもう直接的なお笑いかなと思って。でもそれ挫折してから専門家入るのにまだあるよね、ちょっと。いや、だからもう1年ぐらいですかね、そこ。だから20、まあ、24で1年間ちょっと空いての25の時に、高校卒業して NSC 入って1年でしょ？そうですね、だから19、1年間高卒1年お金貯める、うん、で、だから19の年と20歳の年ですね、からスタートで、21になって22、23、24ぐらいなんですかね。あ、そんなって仮装してたってことか。一応そうなんです。あ、そうか。 NGK の向かいにあるビルにすごい、もう50組、100組ぐらいその若手ちゃんと舞台立てたんや。あるんですよ、ほんまに。だから安いで、手売りで自分で1枚500円のチケット、大きくね。そうなんです、参加するのに10枚買わされるので、自分でさばけようっていう。そう、それでちょっと出たり。そうですね、あ、そういうほんまに。それは面白かったな。へぇ、でもまあもうあかんわ。そうですね、解散しようって言われたかな、言葉が。へぇ、どうしようってなって、いや、もうちょっと漫才がしたいし、なんかピンで何かやるっては考えてなかったんで、じゃあもうこのお話は終わりか。はいはいはい。それで、はい、どうしよう。あ、25ってね、まあ、今でこそ若いなと思うけど、まあ、とはいえ25って結構その時は年やなと思うもんな。まあ、みんな大学出て3年仕事してるとかなんで、結構ちゃんとしてる周りがどんどんしてて。そうやね、はい、なかなかどうしようっての焦ったんで、だからまあ専門学校で、そう、だから絵も好き、それで絵好きやったなっていうのもあって、そのお笑いやる前がやっぱ絵やったんで、あれで、ほんで普通にイラストも仕事としてあると思ってて、で専門学校行って2年間就職できるだろうと。ちょっと見込みが甘いよね。そうだ、あの、浅いですね、全部浅いんですよ、割と。そう、勢いで就職できるだろうと。そうそうそう。いや、だってさ、ほぼ同い年やからさ、はい、その時の25歳って、はい、イラストレーターで就職とかないよね、あんまり。そうですね。いや、でもそれ知らなくて、なんかあるんやろなって知らん、そういう会社があって、だから専門学校もあって、全然入れんやーって言ったら、意外にイラストばっかりやってる会社って結構少なくて、個人が多いっていうのね。デザイナーとかだったらね、あるけど。そうなんです、だから就職先はまあ印刷会社やったり、デザイン事務所やったりっていうので、イラスト事務所はなく、まあでも子供服のデザインとか、やっぱ絵にちょっと関わるとかはあったっすけど、まあ絵のタッチがね、あんまり子供受けとかでは昔からなかったんで、やべえな。その時はこういう感じなんですか？いえ、その時は、いや、だからその専門学校入った時も絵をやってたわけじゃないんで、でも、専門学校入った時ね、
自分が、まあ、絵は描きたいなってなったんですけど、はいはいはい、何かのそのスタイルを描きたいっていうのは全くなく、はいはい、で同じように入ってきたコーラは私こんなん描きたいっていうのもすごくあって、で自分も就職もしたいし、だから就職に強い絵を描くべきなのかなとか、なんかそうスタイルをすごい模索した3年間で、やっぱこううまくはないんで、だからもうなんかじゃあコラージュとかそういろんな技法を描いたり貼っつけてまたやってみたいな、こうミックスするっていうスタイルになって、っていうのがそうですね、原型というか、なんか何かこう一個モチーフというかこう景色をバーって描くっていうのではなかったですね、ずっと。あ、なるほど。その時からコラージュとかはやってたのね。そうですね、なんか描けないから、うまい絵欲しいけど描けない、じゃあもう貼っちゃえみたいなんで、何か貼り付けてっていうのは、はい、やってて、コラージュ的な要素は、まあ、今回のやつはね全部ペインティングで、はいはい、あの実際コラージュしてないけど、なんかコラージュしたんかなみたいな、こう何て言うかな、モチーフの切り取ったような感じとか、塗りとかは、はい、なんかそこは僕ルーツともちょっと取れるし、まあ言葉とモチーフも別のもんなんで、なんかそういう混ぜるっていうので効果的にちょっとコラージュっぽい、貼っつけてるっぽいっていう塗り方っていうのは意識して、はい、やってますね。なるほどね。でそれでまあ専門学校出て、はい、でまあ就職ができたのか。一応そうなんですね。事務所の個人でやってるそこに、はい、手伝えへんって言われて、アシスタントで入って、そうですね、結構いろいろさせてもらいます。何年ぐらいだったんですか。ここ2年ですかね。あ、まあ、まあでも2年か。はい。専門学校2年行って、1年研究生したんだっけ。そうですね、3年行って、はい。それでまあ30。30、はい。で、30、そうですね、1の年で、ちょっとぶっ壊れた。ぶっ壊れた。ちょっと頑張りすぎた。やっぱりその、はい、就職も遅いし、スタートも遅いで、めちゃくちゃ焦ってて、うんうんうん、早物にせな、うんうん、何かこうできるように自分でも仕事ボンボン取れるようにっていうめちゃくちゃ焦りはあって、うんうん、ちょっと追い込みすぎたら頭パーンってなっちゃって、はい、でも個人のイラストレーターのアシスタント何するの。いや、ですね、まあだから分業するんですよね。その例えば仕事を、まあ、漫画家みたいな感じでカットイラストで人物はボス、はい、でもその物、例えばあのファッション系でも服着た人はボスが描いて、うん、なアイテム、バッグやらそういう小物とかは僕が描いて、だからタッチをボスに合わせるっていうのはしますね。漫画家さんみたいな感じですね。そうですね。あ、でも無理だったんですよ、比較的に。それはまあタッチがちょっと似てたっていうのもあったんで、んスムーズにできたんですけど、あとどうするんだ、子供の知育用のアプリのアニメーションの素材としてるとか、そうですね、結構幅広くやらせてもらいました。まあでも忙しすぎて、続きすぎて。そうですね、焦りすぎて。パンクして。パンクして。もう絵描かんようなと思いますけど。多分もう困ってやったらパンクするんちゃうかなみたいな。こんな感じで。それで何年ぐらいこう休憩時間があったんですか。いや、そっからなんか3年ぐらいは完全に動けなかった。で徐々に、まあうち、実家が工場やったんで、はいはい、ちょっと手伝うようになってっていうので並行して、そうですね、絵も描くようになったっていうのが今ですね。じゃあもう完全に治ったっていうこと。そうですね、もう今は治ったと思いますね。特に処方箋もないんで、はいはい、元気にやってるんで。ああ、そうなんや、はい、へえ。それでまあ徐々に社会復帰してきて。そうですね。で、まあ縁があって展示。そうです、はい、そうです。ちょっとだからその頃も原さん、僕の先輩もここ3月さんによくね来てて、連れて宇野木さんに連れてきてもらってて、うん、それで原さんがちょっと見てくれた。あ、はい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 、いいやん。あれはじゃあ久しぶりの作品やったかな。めちゃくちゃ久しぶりですね。だからね、4年ぶりぐらいに描いたっていうので、はい、まあていうか、まあ作品っていう作品も全然作れてなくて、学生時代ぐらいじゃないの。そうですね、自分自己、まあ、自己表現とかオリジナルみたいなのはもうそうです。だからそれ以来なんで、めっちゃ心配してるんで描けるんかな。あ、まあでもなんとかものにしたんや。そうですね、単純に楽しかったっていうのが強かったですね。全然描いてなかったのに。はい。ようできたね、でもあれ。自分でもそう思いますよね。ようやったなって。なんかちょっとずつああなっていくんやったらさ、はい、分かるけどさ、
そんなゼロからやって、じゃあほんまに1年半ぐらい今活動して1年半ぐらいでしょ、はい、ほんまにその前はほんまに書いてなかったの。そうですね、ほんまに書いてなかったあ、でもまあ厳密に言うと、2022年は頭からはイラストの、あのランサーズっていうお仕事サイトみたいなところで、はいはいはい、こういうお題というかこんな設計してくださいってなので、それはチャレンジして1年間ずっと、まあでもかすりもしないんで、これ食ってくるんかなっていうのはすごい絶対やってるの年末で自分の作品やったんで、それもあって逆に面白かったかもしれないですけど。なんで絵は諦めれんかったんですか。いやー、唯一まだ手に職じゃないですけど、うん、まだいける描けるっていうのはちょっとあったんで、うんうん、もうそれにすがったし、うんうんうん、物にせななっていうのも改めて思ったっていうのが、そうです。他だから、ね、他の仕事を、まあ、それが無理なら他の仕事すればいいわみたいな選択肢もあったんで、なるほどね。まあでもほんまにようこんだけ1年半でやったよね。あの、まあ、なんか影響受けた作家みたいなさ話はちょこちょこ聞くけどさ、はい、例えばその中に一番は誰なんですか。僕はもうバスキアですね。ジャン・ミシェル・バスキアを、まあ、専門学校の時に自分のスタイルっていうのがなくて、でやった時にバスキアの絵を知って、すごいもう、あ、もうええんやこれで、なんか綺麗に描くとか、やっぱそういう写実性とかもいるんかなと思ったのをぶっ壊されて、なんだ、まあ、それまではあまり美術館に行ったりとかなく、全くですね、ギャラリーとかもなく、そうですね、全くですね、ほんまに。じゃあもうほんまにこう有名な、なんかモネとか、まあ、それぐらいしかあんま分からんみたいなぐらいの、ほんまにもうなんか有名なカレンダーになってるとか、あれぐらいちょっと知ってるかぐらいで、がっつり勉強、その美術史とかもしたのも専門入ってからですね。そのバスキアはね、もうすごい有名な作家ですけど、はい、具体的にどういうところに影響を受けたんですか。いや、まあ、単純にそのうまくはないって思ったんですね、うん、子供みたいな絵っていうのをその時思って、うん、でもなんかこう説得力あるというか、うん、なんかしっくりしてるし、こっちも見てて勇気もらうみたいなのがあって、はいはいはい、あ、そう、これでいいんだっていうのをなんか思わされたから、うん、っていうのが一番大きいですね。だからこうめちゃくちゃはちゃめちゃやっていいし、 ルールがないみたいな、うんうんうん、まあ実はあるんやろうけど、なんかそこがなんかいつも制作してちょっと行き詰まったらバスキャラ合集見て、うんうんうん、そう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 、これでいいやみたいな勇気づけられる、そうですね、作品がバスキャラですね。言葉が入ってたりとか、そうですね、なんか、あ、そうか、だから僕も言葉入れるのも別にやってるし、うん、いやみたいなこともあったり、うんうん、もうちょっと前言うと中学の時にスケボーとか流行ってたんで、うんうん、でそれをやるとあのデッキの裏結構そのアートがいっぱい使われてるっていうのが多くて、うん、なんかそんなのかっこいいな、でブランド名が入ってるとか、ブランドステッカーをそこに貼ってるとか、うん、なんかそのモチーフと文字の組み合わせは結構普通に当たり前やったというか、だけどなんか海外になるとちょっとね、文字、まあ、あんまあったりなかったりするんですけど、うん、でもそこでこう、まあそれもバスキアの影響か分からんけど、なんか社会風刺的なさ、なんかことは結構世の中に入ってたりするじゃないですか、はい、そうですね、そういうところもやっぱその影響が大きいというと、はい、そうですね、なんかあんまり崇高にはしたくないとか、大衆的にしたいし、はいはいはい、なんか風刺もそうですね、まあ厳密に風刺を狙ってやってるわけではないんですけど、はいはい、まあ、自分が日々思うことを、まあ、絵で表そうというのは日記みたいな感覚ではあるんです、はいはいはい、普段普段からまあ社会的なこととかをまあ見て感じて、はい、そうですね、でそれをこう、まあ、ラップじゃないけど、まあ、自分なりにいろいろ考えて出力してっていうことをしてるっていう、はい、そうですね、例えばこの絵はこれはもう市民って市民ですね、うんうん、言ったらそのなんか、まあ バンクシーとかも何かこうネズミを一個のモチーフとして、うんうん、まあ、一般人っていう、うん、捉え方をしてるのが、あ、いいなと思って、じゃあ日本やったら何やろうっていうのをすごい考えた時に、うんうん、まあ、カラスが多いんで、うん、で見上げた街で難波の街でカラスがおって、うん、でカメラもあって、あ、
監視してる、うん、みたいな、うん、こういう組み合わせがちょっとかっこいいんじゃねえかなっていうので、うん、そうですね、カラスとカメラ、うん、で私たちは見ていると、まあそれくらいの、まあ、深くはないというか、うん、ビジュアル的によ、うん、だからちょっとビジュアル的にっていうのも意識はしてますし、ね、うん、見やすいとか分かりやすい明快っていうのは、うん、やっぱそのバスキアの失点でアンディ・ウォーホルももちろんつながってくるじゃないですか、うん、だからその辺のポップアートの、うん、そういったところもやっぱりいいなっていう。山川さんの中でこうイラストレーションっていうのとこう、はい、まあ、アーティストというか、はい、まあ、作家、はい、美術なんか分からんけど、うん、っていうのはどういう分かれ方をしてるのかなと思って、単純にね、お客さん、クライアントがいてるか、うん、いてないかっていうところがまあ大きいのかな。作家はだから割と自分のその主体でいいというか、その、うん、そうそう、なんかね、今日が週も聞いてもらってて、あの、まあ影響を受けた作家っていうので、ね、はい、何人かの聞いてもらってるんですけど、その言うてそのバスキアに影響を受けたっていう、はい、まあ、まあこの人はまあアーティストですよね、その社会的なこととかにも言及しつつ、まあ、対照的にその何だっけ、ロックウェルだっけ、あ、ノーマン・ロックウェル、はい、ロックウェルはやっぱこうずっとイラストレーターでしたもんね。そうですね、この人はもう完全に商業イラストの、うんうん、商業の絵画ですね、絵を描く人で、うんうん、そうですね、この人知ったのも専門学校の時、うん、やっぱイラストとは何ぞやみたいなをちょっと勉強する上でこの人と出会って、そうなんですよ、すごくいいんですよ、なんかいいですよ、まあ文字とやっぱ雑誌の表紙とかしてはったので、うんうん、なんかこう物語、多分今も影響あるのかなっていうのは、こう一画面に何かドラマやったり話をの切り抜きのような、そういうところが僕は好きで、あとまあ写実もすごく上手なんですけど、さすがにこれは描けないけど、こういうなんか見て、あ、何かこう含み余韻みたいなのがあるのがいいなーっていうので、はい、これも影響は結構受けたというか、考え方としては、はい、なんかこうね、ロックウェルとか、はい、なんか見て調べてると、やっぱそのこの人が生きてた時代にはそこまで評価がなかった、美術史的な評価がやっぱ全然なかったけど、ね、やっぱ亡くなってからね、やっぱり再評価みたいなのが、うん、まあ、出てきたみたいなことはありますもんね、はい、そうですね。でもこの人も多分イラスト、まあイラストってやっぱ大衆性に含むのかなと、うん、その商業イラストっていうのは身近ですし、だからそういうとこもちょっと僕はやっぱ意識してるんですけど、今だからどっちなのかっていうと、その作家なのかイラストなのかっていうのはあまりグレーになってる感覚はちょっとあります。自分の中で、はい、自分の中で、まあ作品ですよね、一応。そうですね、作品、そうですね、なんか肩書きも絵描きでいいんですよ、まあ、なんかそのどっちでももちろんオーダー来たらできると思いますし、このスタイルで誰々っていうのもできるような形にはなってると思うんで、グレーって結構